マネちゃん、マネちゃん、ちょっと来て、ちょっと集合集合集合って言ったじゃん。早く集合、マネちゃん、どこにいる？集合してるよ。集合してかい。おいおい、いやー、ハネマリーファミリー。イエーイ。ハネちゃん、クリスマス終わりました。はい。ということは、次は何でしょう？知らないんだ、大丈夫？次は年末年始の準備になりますね。年末年始の準備といえば何する？そうだよ、年末年始は大掃除しないといけないですよね。はい、うちの状況今見てください。まずクリスマスのツリーだよね。これは今日片付けないといけないよ。あと今年ね、ここのコーナー、マリちゃんのピンクゲームコーナーもう増えましたね。これはもう多分1年前ですよね。ママがいろいろ係、あとママのマネキン、マネキンさん、ノリさん、あとわけわかんないけどいつの間にさ恐竜めちゃくちゃ増えましたね。結構あれ、クリスマスプレゼント散らかした。これはね、プレゼント散らかしたーと。そう、今年のクリスマスプレゼント何でしたっけ？シールセットもらって、私釣りスピッツもらったの。釣りスピッツどんなもの？これあのなんかよくメダルゲームあるじゃん。その中に頼んだ？頼んでない。なんだろう、カネちゃんはゲーム好きだから、サンタさん分かってるんだよね。今年はね、石炭じゃなかったらよかったよね。いや、クリスマス前日にさ、すごい悪い子ちゃんだったのにね。石炭じゃなかった。あとはね、服たくさん買いましたね。ママね、カネちゃん専用のゲームコーナー、スイッチ専用ゲームコーナーですよ、ね。あとはハネちゃんの天体望遠鏡を買いまして、こんなでかいんですよ、皆さん。ずーっと置く場所がなくてここに置いてるんですね。あと一番大きいものはこちらです。マリのベッド。このベッドを置いたらね、もうこの部屋半分なくなったんですよね。ダンス練習用の鏡ですね。ここは1枚しか置いてないんですけど、外もう1枚あるんですよ。あとこれは何？ここずっと置いてるんですけど、何これ？パワードル、プリンセスの車。馬車。これ何これ？馬車のタイヤ。はい。ピアノの下って何？ママ、これ何？これこれバービーだ。あの水につけたら、着ぐるみのバービーだ。ママのバービー愛はまだ終わってないね。バービー大好きだね。もう爆買いしてる。あともう一つある。これ犬乾燥機。いいものだよね。2階に行く前にまず玄関をお見せします。100万円の金の箱ですね。の下はまたハネマリママのスーパークレクションポップマットの1000倍。何これ1000倍だよね。のパパも分かったよ、スペースモーリーというやつなんだよこれ。ねえ、スペースモーリーだよこれ。これね、かわいい、かわいい。これ、なんか野菜、ナスみたいな感じ。見て、壊れたんだめ。見て、ここ、何に落とされてる。なんか、いわゆる、なんかウェルカム人形みたいな。いらないよ、いらない、いいって。皆さん、はい、もう毎回こういう風にね、はい、ママ、これ何？いらない、引き出し。どこに捨てるんだよ。わかんない。はい、はい、上に来たら屋根裏収納ですね。皆さん見てください。片付けてるの、ここは。ん？片付け見てください、皆さん、これ全部服なんですよ、この中全部服なんですよ。1年前にこれ片付けたばっかじゃない。ここ2階のホールだけど、もう本当にここ、このぐらいのスペースしか歩けないんですよね。え、はい、ここうわ、あげてないでしょ、全部服だよ、服、うん、服、バービー服ね。はい、パパのものはね、多分1個しかない。トランスフォーマーデバスター。どうするか。私の部屋も服で溢れてる。はい、ハネちゃんの部屋です。この部屋は割と綺麗だ。そう、私が維持してる。昔のマリちゃんのベッドなんですよ。1m20 ぐらいですよね。1m30。 一応韓国のキャラクター、タヨバスのベッド、ね、昔動画で使ってたんですよね。1回しか使ってないんですよね。捨てようよ、捨てようよ、ママ。あとこのベッドの上のぬいぐるみと服どうする？これすごいちょっと羽
ネが寝る前に見てる漫画の量です。あの多分昔のお料理ごっこ道具じゃあ私たちロブスター好きでしょ。ロブスター好き、エビの方が好き。あちゃんロブスター好き、うん、ロブスター好き、ロブスター好き。じゃあ今日の目標はどうしたい？部屋のものを捨てるものと、あのいるものを分ける。ぬいぐるみいらないです。全部捨てる。もう生活のスペースもないじゃん、うち。どうしたらいい？ママご意見ください。ん？何？うんって何？広い家が欲しい。あとパパの部屋は皆さんに出なくていいんですよね。もっとむちゃくちゃない。広い家が欲しい。じゃあ家を買う？またおい、隣に引っ越し？隣さんの家を買う？うん。金ないや。はい、ということで今日はね、先ほど見てた部屋ね、すべてきれいにしたいと思います。まずすぐきれいになれる部屋から片付けましょうか。お、どうせ一日終わらないでしょ。また助けて。アイテム入って。まずこの衣装部屋からいらない服といる服で分けて片付けたいと思います。はい、寝心地いいね。寝心地いい。でもあれね、私たちの家片付けるまで1週間ぐらいかかるんじゃない？え、この家で一晩で終わらしましょう。無理です。ここで一晩片付けたよね。なんでこんなぐちゃぐちゃになってんの？また服買ってんだよ、また。ここもあるじゃん、バービー、バービー。あの、何これ？ポップマット。ポップマットね。あとはプリキュア。あと下は？下もポップマット。鬼滅コーナーとプリンセスコーナー。あ、見てスプラトゥーン。下にアミーボまだったよ。あとはこれ、マンガコーナー。羽丸家の現状、皆さんにお見せしましたね。羽丸ちゃん、これから24時間年末年始大掃除チャレンジやっていきたいと思います。自信ありますか？ない。パパやらないよ。なんで？ん？自信ないじゃん。一回懐かしい熊出てきた。やります、イエイ。王様のおとりだー。こら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 。じゃあ、あの王様のあの頭にかぶってるのをパタパタさせて、ライトつけとこう。まずダンベッドの上の段片付けて、ここのぬいぐるみを全部上に移動して、で、この多用バッグを分解して捨てる。そうするとこの2階のホールのこの収納ボックスを全てここにね置けることになりますよね。はい、ではまず第一これやりましょう。じゃあぬいぐるみから上げていきます。あ、スマッシュバッグ。あ、待って、埋もれる。あ、その猫。ゴルベのマイッキー。あ、サメ。なんだっけ、青芋。青芋、青芋じゃない、青虫。怖い。我々は宇宙人だ。ちょっと投げて。This is my home。 This is my home。See you。 マリュー言ってみ、セリフ、せーの。 This is my home。 This is my home。 Yo yo、 俺は買い物ぜ、ベイベー。おい、やるよ。一緒くんか。 Yo yo、 やるねよ。やるよ。ジブリ。私ってトトロ、ティティロだ。ティティロ。 This is my home。 Yo。 Yes sir boss。 Yo。 ティティロ。それ気持ち悪いよ、スライムくっついてる。スライムくっついてる。おー、ちくわか。ちくわちゃう。ピューン。かぶってみて。ナイスシュート。そのピュン。技があんまり入ってないのかな。キャー！下手！怒んないで。スライム投げるよ、クムちゃん。うん。かわいいよね、これ。落ち着いて。Yeah!
次虫来たら大変虫。ルナー、かわいい、セーラームーン、ルナちゃん、分かった、これアイカツプラネット、ポケモンゲットだぜ。なんていうの、ピピか、ピピー、超ピピもでかい、もうミニー多分いるじゃん、ミニーもいると思う、いやマリオ、あ、いいよね、もう避難、おいでよ、あの虫を起こす、めんどくさいな、めんどくさいから、ガブーガブー、かわいい、ニカリゲタ、マリが今面白いことしようとしてるのに、ママが全部取ってる、完成、次は火曜バスをバラします。やばい、巨大人形が倒れてる、みんな大丈夫、やめてやめて、もう撃てない、あれだ、やめてよ、あ、ポテト、死んでるもん何、外のおもちゃ箱、中に入れてきます、無理、断らせていただく、ノー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 、ミイソミ人間、ミイソミ、半年前、まあ1年前わかんないけど、これクッション持ってきた方とかにサインしてあげたじゃないですか、で、これ前日にすごい練習したんでしょ、こうやってこうやってね、ハネマイチャンネルのこうやってここが一番ピンク、すごい、ほらほらすごいよ、あと場所決めもしたの、ほらほら、こことかどうみたいに、で結局ここ側になったっていうね、ほらすごいね、もう宇宙ね、ゼロー、せーの、あ、無理、やめとけやめとけやめといた方がいい、やめといた方がいい、全部ゴミじゃない、どうするかい、はい、次の日になりました、全部でおおよそ6時間くらいかな、経ちました、はい、一応成果を皆さんにお見せしたいと思います、じゃじゃん、はい、やっと歩けるようになりました、うわぁ、どうですか、終わり、多分終わり、終わってないでしょ、まあいいじゃん、もう、まあ、歩けるようになったし、一応捨てた服の数は、70リットルの袋、4袋です、だからこんぐらいの袋を4個、うん、はい、捨てました、でもここはね、まだあんまり綺麗になってない、私昨日の夜こんな状態で寝てたからね。やばいね。どうする？でね、パパがさ、あのぬいぐるみをあの指示出して、あの探すのやりたい。ああ、ぬいぐるみプール生活24時間チャレンジ。
やばい。何すんの。疲れた。疲れた。めちゃくちゃ疲れましたね。羽根ちゃん、マネちゃん頑張りましたね、今日は。うん、ね。もう年末を飛ぶということで、クリスマスツリーは撤去します。はい、クリスマスもう終わったので、まずオーナメント取りましょう。オーナメントまず取って、解体して、どうなの？なかなか注意ならないな。ママ、この馬車、どうする？組み立てて、組み立てて、組み立てて。あ？でもね、次いつかかもわからないよね。442年後片付けなしだね。場所取るじゃん、すごいでかいね。あのバーシャのコーナーね、プリンセスコーナー作りたいんですよ。知らないよ。いる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 。いやいや、羽ちゃんとマリちゃんのスイッチのソフトね、すべて一箇所集めたいです。あちこちね、もう置いてるんですよ、こんな感じね。あとスイッチ本体もあちこち。ちなみに羽マリ家スイッチは8台あるんですよ。昔のやつまだ撤去してない。旧型、新型、それぞれ4台です。あと未開封の1年、本当だよね、もう1年買ってきたの。あ、そこにあるの？そう、未開封のスイッチ、有機 EL タイプ。パパ、ママの、去年のクリスマス買いました。この色は誰の？パパの。え、これがママ？うん。でも開封したら、絶対マリちゃんからもうジョイコン買うだいってなっちゃうんですよね。あ、ジョイコンから壊れたんだ。マリの全部来た方壊れたんだ。右に行けなくなった。あ、ハピワリとクリスマスツリー似合うね。似合わないでしょ。似合うね。最近は羽目とかはボビーブレイガーのファンになった。大きいハギワギ買おうよ。はい、広告の時間になります。羽目マリゲームズというゲームチャンネルがあるので、皆さんぜひ登録してね。竹下通りに行った時にさ、すごいでかいハギワギ見つけたよね。本当ですか。ハギワギのコーナー作りましょう。これからハーフクリスマスツリーの撤去を行います。メスナイス。よーし、やりましょうよ。ちょんまげを折って、これ高さ稼ぎですね。絶対182じゃないぞ。はい、で、うわまた雪が、僕の勧めしないんですよ、これ。3年前に買った馬車もいよいよ組み立て完成。完成しました。あ、何歳何歳精神年齢4歳。あ、精神年齢4歳だけど、ブリッド精神年齢4歳。あ、怖い部屋の中。おお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 お、完全にゲームコーナーしましたね。うわっ、ソファー置いたんですよ。気持ちいい。いいじゃんいいじゃん。ハネちゃんの部屋、おお、わー、わー、わー、ハネのベッド寝ない、くんない。ハネもう寝るの困難。ハネちゃん最近どういう風に寝てる？この狭いスペースでずっとこうやって。ママの後ろね。ママのぬいぐるみが多すぎるからね。はい、ということで羽まり家は3日間を使ってね、頑張って大掃除しましたね。はい、はい、まあ結果こんなに綺麗になったということですね。まあこんなに綺麗ではないんですけど、荷物の量がね、まあ、ちょっとしょうがないので、ちょっと広くなった。うん、まあ少し、まあ生活できるようになりました。最低限ですね。うん、過ごしやすく広々とちょっとね、なって、うん、そうです、本当にもうやらないともう大変ですよね。
はい、ということで、この動画は2022年最後の動画になります。はい、皆さん2022年ありがとうございました。2023年もよろしくお願いします。ぜひ、はねまりチャンネル毎日見てね、応援してね。はい、では皆さん良いお年を。バイバイ、また見てね。